湾、中華民国、国営通信社の、中央社や、中国大陸側のポータルサイト、中国台湾網によると、台湾警察は、24日未明、中国大陸とのサービス貿易協定に反対して、行政院、内閣に相当、の建物と敷地に、23日夜に突入して、占拠していた学生などを、強制排除した。激しい衝突になり、怪我人や逮捕者が続出した。協定に反対する群衆が、23日午後7時ごろ、行政院広場に侵入し、さらに学生ら約100人が、行政院建物の窓を破壊して、内部に突入した。突入した人々は、書類入れの棚を引き倒すなど、破壊活動も行った。警察は、防弾チョッキや盾、棍棒などを装備した、暴動鎮圧部隊、約2000人を集結させ、24日、午前0時頃に、行政院敷地後方の道路部分に集まった群衆の排除を開始。双方は激しく衝突し、警察側は、23人を逮捕した。学生らは、行政院のすぐ後ろに寝そべるなどで、退去拒否。警察は拡声器で退去を求めた後に、学生らの、引き抜きを、始めた。大声で、やめて、と叫ぶ女子学生も、あちらこちらにいて現場は混乱した。警察は午前1時ごろ、暴動鎮圧用の放水車を、行政院敷地内に入れた。集まった人々や、取材陣に退去を要求。半馬永久を、叫ぶ人々は、警察隊に物を投げ始めた。警官は放水を開始。鎮圧隊員は棍棒や盾などを用いて反撃。怪我人が発生し、30人以上が、台湾大学附属病院などに搬送された。警察は午前1時50分ごろ、再び強制排除の行動を開始。選挙側との激しい衝突が発生した。血まみれになる人もおり、午前2時までに、68人が、医療機関に搬送された。警察は午前3時ごろまでかかって、行政院から群衆を排除。ゲートをすべて固めて、侵入を阻止する体制を構築。行政院建物内にいた、約20人の身柄を拘束した。学生らが強制排除される前には、行政院長、首相、執務室にも突入、との情報があったが、行政院側は、院長執務室には侵入されていない。院長事務室に保管していた文書とパソコンは、持ち去られておらず、機密が外部に漏れる問題は発生していない、と発表した。いろいろ言われるが、暴れまくって足を引っ張ってるのは、しなや、まの関係者な、とにかく学生を暴徒扱いして、口実を作り、軍を投入して早期鎮圧、どさくさ紛れの法案可決を狙ってるだけ、日本にも、似たようなことをしたがる奴は、5万といるが、元は全て同じなんだよ。3、行政院には機密情報があるのか、それ狙われたのかな。4、まあ、選挙してること自体は違法だからな。応援したいが、仕方ないと言えば仕方ない。が、まは民意に応える義務がある。5、品の工作の臭いが、プンプンするんだが、今まで頑張った学生が、急に暴徒になるか。7、NHK、昼のニュースでやっと報道したね。ワイドショーでニュースを伝える民放は、まだみたいだね。8、窓ガラス割って、行政院に侵入したりしてるから。最初から、暴徒化してるといえば暴徒化してる。そもそも、無許可でデモ行為してたりするんだから。